アビリンスとは、万丈名と、原作、若山誠二作画による日本の漫画作品である。マガジンスペシャルで2006年1月号から2008年7月号まで、連載。2007年10月から2008年3月まで、テレビ、東京系列にて、テレビアニメが放送された。また、音泉にて、ウェブラジオも配信された。 首都機能をすべて信徒に移され忘れられた街となった、旧都、東京。一部の人々は未だ住み続けているが、街は荒廃し続け、迷宮ラビリンスと呼ぶにふさわしい状況と化していた。そこでは、現無事件と呼ばれる、怪事件、難事件が、次々と起きており、その事件の裏には、悪しき意志がうごめいていた。その事件に挑むのは、不思議な力、神知を使う。 少年探偵日向真由寿、ひなたまゆじ以下全発刊が講段社コミックスより発刊されている。素敵探偵ラビリンスのタイトルで、2007年10月2日より2008年3月25日まで、テレビ、東京などで放送された。全25話。次回予告はキャラクターたちが入れ替わりで二人のコンビを、組み、コントを繰り広げて次回サブタイトルを読み上げる形式。 特にセイランは本編の紳士的な言葉遣いから一変して、第4話予告では幼児言葉で喋ったりするなど、本編とは違うキャラになっている。また、アイキャッチもタイトルロゴの他に本編とは関係なく、単行本系さえのイラストが挿入されている。放送中に原作に追いついたため、後半のストーリーはアニメオリジナルとなっている。また、 原作でのパンチラ描写はなくなっている。ありがとうございます。